皆さんこんばんは。日本経済新聞の坂本の子です。今日は、今日の日経ライブは、ロックバンドサカナクションの山口一郎さんを迎えてお送りする特別版です。山口さんどうぞよろしくお願い,いします。よろしくお願いします。すごい緊張されてますね。もう伝わってます。<laughs> 大丈夫ですかはい。ちょっと徐々にリラックスしていっているように頑張ります、うんはい。楽しくいきましょう。はい。よろしくお願いします。<laughs> 心強いです。お願いします。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、コロナ禍で大きな打撃を受けたエンタメ業界ですけれども、はいまあ エンタメ業界が今後どんなふうに変わっていくのかっていうところを山口さんのお考えだったりをいろいろ今日は伺っていければと思っておりますわ、はいはい、かりましたはいまあちょっと私の話なんですけれど、はい、まあ私の家すごくラジオがかかってる家でして、はい、そこであのラジオを通じてサカナクションの曲を耳にしたのが出会いのきっかけで何の曲からですか、えっと、多分、まあ、そんなあの 初期じゃないですけれど、あのバッハの旋律の曲が、あ,曲があのうち J.Wave がすごく好きで、<ー>それであの時をホットなハンドルットに、はい、スカナクションの皆さんが出演されているのをなんか車か家かで聞いていた記憶があって、そこから、うん、10年ぐらい前ですね。あ、そうですね。ありがたいです。すそこからなんかちょっとアップテンポなんだけどなんかちょっと<ー>なんだろう クールさもあってちょっとなんか物悲しさみたいもなもんか感じるような楽曲がすごくいいなと思って違和感がありますんか不思議な感じ今まで聴いてたポップの曲とはまたちょっと違う違和感がこう胸に残る感じがすごくいいなと思ってあのたくさん聴かせていただいておりますライブにはいらっしたことありますかライブまだなくてあのオンラインのライブは拝見したんですけどあ,あとはあの。 シュガシュガが。大好きで。あれ面白かったよね。面白すぎましたね、ちょっと。でもなかなかやっぱり、ああいう大衆的じゃないコンテンツっていうのはね、うん、テレビではなかなか続けられないんだなっていうのは、実際に自分もやってみて実感しましたけど。あで,ねうん、でも、やまあ、自分がなんか楽しいことをやっぱりやれるっていうのは、すごくいいですよね、うんうん。やっぱり、そうじゃないことも多いじゃないですか。そういう中で、自分が楽しんでそれをちゃんと伝えていられるっていうのは、 幸せなことだなっていうのはやってる時は実感してましたけど。うん、なんか私の強烈に印象残ってるのは、あの、将棋、ファッション。<laughs> あれ、ああいうファンの方の服装とから入るなんか音楽のなんか入り口ってうん、うん、また新しい切り口で面白いなと思って。うん、でも80年代とかって、ファッションと音楽ってもっと密接な関係があったと思うんですよね。うん、例えばセックスピストルズが好きな人たちって、こう、秒がついてるで、川ちゃんを着てて、 なんかもう見ただけで、あ、ピストル好きなんだなとか分かったりとか、まあ家に、友達の家に遊びに行くと置いているものであったりだとか、そういったものでどういう趣向のものが好きか、どんな音楽が好きかってなんとなく想像できたと思うんですけど、2000年代過ぎてから、どっかそのファッションと音楽が乖離していったというか、まあそれ以外にも他のカルチャーもどんどん乖離していってるんじゃないかなみたいなことは、あの感じでいて、まあそれをこう、 確かめるためになんかできることないかなと思った時に考えたのがあのファッション将棋っていうかスタイリングを見てどのミュージシャンが好きか当てるっていう、まあ、ゲームですよねだから実はあれふざけてるようでちゃんとコンセプトはちゃんとしっかりあるっていうかなんか真面目なことをふざけて伝えるっていうのってなんか真面目にふざけなきゃいけないじゃないですかその真面目にふざけるっていうのがなんか僕にとってシュールであってなんか面白いところかなと思ってまあ音楽でもそういった要素をいろいろ あの、意識して、あの、聴いていただいたバッハの旋律を夜に聴いたせいですっていう曲もそうですけど、あの曲も実はすごいシュールで、あれもともと詩吟なんですよ。メロディーは詩吟で、詩吟をそのハイカルチャーであるクラシックの巨匠バッハと日本のハイカルチャーである詩吟とを組み合わせてミックスしていくっていうことをまあコンセプトにやり始めた曲で、だからちょっと変な感じするんですよね。うん だからそういう良い違和感みたいなのを常に探しているのがわれわれサカナクションかなと思って私も含めサカナクションのファンの方々からすると、まあ、直近、山口さんがあの体調不十分ということで、はい、ちょっとお休みを取られている期間もあってちょっと心配されている方も多かったのかなと思いますけれど今の状態としてはいかがですかあの実際、自分がまあこうメンタル的なことでまあ療養することになって。うん いろんな発見もあったんですよね。まず自分のその身体的だったり精神的な発見もありましたけど、まあその組織としての、まあ、ミュージシャンというか、まあ音楽業界の組織としての、そのメンタルケアっていうものが、どういうものなのかっていうことを、あの、今まで全然知らなかったんですけど、まあ自分がそうなったことによって、なんかいろんなことがまあ分かったというか、まあ海外とかだと、こうメンタルで実際にこう症状が出る前、もう契約の段階で、 そのメンタルクリまあメンタルケアを条件として、契約の条件として盛り込んでいたりとかすることが多いんですけど、日本って海外と違ってエージェント方式じゃなくて、マネジメント契約なので、まあある種、あの、まあ、こう、抱えてもらうような状況にありながらも、こうメンタルケアに対しての意識みたいなのが、ここマネジメントにあんまり今までなかったんだな、というか、各々が自分で勝手に管理するっていう、まあ状況なんだな、というふうに。 ま実感しましたし、まあ20代前半やまあひたした10代から、まあその音楽業界に入って、たくさんの人の目にさらされる状態でありながら、そういうメンタルケアっていう部分に対して、やはりちょっとこう、後ろ向きというか、後進的なのっていうのは、実際自分がこう、病気になってみて、あのー、初めて感じたっていうのは結構僕にとっては大きい経験でしたけどね。うん なんかそのまあ、お休みさ,せされている期間もあった中で、まあ、直近の動きとしては、はい、それこそ2月にこの今、こちらにありますけどアダプトオンラインの DVD が出たりとか、はい、あとはまあこちらの,あの初の書籍、はい、出されるかと思うんですけれどこの辺りちょっとご紹介いただいてもよろしいですか、はい、まずこのブルーレイですけどアダプトオンラインというのを、まあ、コロナ禍に僕らはライブができなくなった状態で。 まずそのオンラインで音楽を楽しむっていうことをこう実践しようと思ったんですね。で、今までのオンラインライブっていうのは、まあ、リアルライブをシュートしたもの、撮影したものをただ配信するっていうのが、まあ、ある種ライブ配信って言われるものだったんですけど、僕らはその映像配信としての芸術性みたいなものを特化して、こうスタジオ撮影ある種、その M ミュージックビデオを撮るような環境で 生配信でライブ,ライブ演ストするという。まあ、そういった取り組みを、あのー、コロナ、コロナの年だから2019年かな初めてやり始めて、1 0年か19年で始めて、で、このアダプトは2回目だったんですけど、あの、これはもうミュージシャンだけでなく、その、俳優さんも入れて、まあ、音楽と舞台っていうのを、まあ、同時に表現するっていうのをチャレンジした映像作品になっています。なので、 すごく実験的なことではあるんですけど、あの、やっぱりテクノロジーの進化って、こう、新しい感動の種類が増え,増えていくことだと思うんですよね。僕はやはりその、コロナ禍でそれを実践したかったのは、音楽での感動の種類を増やすっていうことを、ちょっと、まあ、トライしなければ、まあ、こう、コロナ禍でやってきたことを、コロナ以降、アフターコロナでも、こう、残らないんじゃないかなと。 コロナの中だけでやっていたことじゃなくて、ちゃんとアフターコロナにも新しいコンテンツをして残せるようなことをやらなきゃいけないんじゃないかなと思って実践していたのがこのアダプトオンラインというものですね。実際、はい、あ、すみません。いいですよ。はい。実際そのアダプトオンライン開催してみて、こう手応えとしてはいかがでしたか？そうですね。実際今やってみて、普通まあオンラインっていうのってこうある種ビュー数っていうのは。 リアルライブとは違って、そのオンラインライブに対してチケットを払うっていうことに対して抵抗みたいなものっていうのが、やっぱりちょっとみんなあった時代だったんですよ。ですけど、あの、非常に興味を持ってくれて、映像コンテンツ、生配信映像コンテンツに対してチケットを支払うっていうことの人数も非常に大成功を収めましたし、まあ、結果がついてきたこともそうですが、 なんかこう新しい感動をちゃんと提供できたっていう手応えみたいなものは非常にありました、うん、で同じようなことをやるミュージシャンがたくさん出てくる出てきてほしいなと思ってたんですけどなかなかまあ他には出てこなくてただこれからきっとあのー、音楽映像音楽ライブ映像コンテンツかっていうものの進化はもう止まることは絶対ないと思うのでどんどんこれからも進んでいくんじゃないかな、まあ、そのきっかけというか。 どっかかりみたいなななはんと思ってますなんか、えー、とオンラインとリアルって、まあ、今後コロナ徐々に明けていって有観客のライブも戻ってきてはいると思うんですけれど、はい、なんかそこってまたコロナの前に普通にこうシフトしていくのかそれとも今回の新しい試みみたいな形でオンラインでのライブ配信というのも引き続きこう並行して残って 行くのかそのあたりってどう考えてらっしゃいますかその映画と舞台ってあるじゃないですか。うん、映画も舞台もその感動の種類って違うじゃないですか。それと同じようにリアルライブとライブの映像コンテンツっていうものが違う感動を与えるものとしてなんかこう分けられるような時代が来るんじゃないかなと思ってるんですね。ただこれ以降そのフィジカルっていうものがやはりどん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 こうある種ミュージシャン 的な言い方をするとグッズ化していく中できっと推進されていくと思うんですよ。配信されていくものがサブスクリプションとかでも。ひょっとしたら音楽のライブ、音楽ライブ専門のサブスクリプションチャンネルとかができるかもしれないなと僕は思ってるんですけどそうなった時にはきっと映像、ライブ映像コンテンツとしての表現手法、当時 MTV であったりスペシャル TV とかがミュージックビデオを流すことによって音楽が知られていったように そのライブ映像コンテンツとして評価されるミュージシャンが外に発信されていくっていうようなことが起きていくんじゃないかなと僕はあの未来はそういう展望ではいるんですけど、ね、フィジカルのグッズ化って面白いキーワードですねもう CD ももう明らかにグッズ化していて音楽ビジネスとしてもやっぱりファンクラブビジネスに移行してるんですよねつまりライブのチケットを取りやすくするためのファンクラブであって ファンクラブに加入することによってそれ以外のまあ福利厚生じゃないですけどこういろんなサービスが受けられるっていうか,なんかそういう主体になってきていてまあ,ある種 CD を売るっていうのはファンクラブのメンバーに対して売るみたいな感覚になっているんじゃないかなと思いますけどただまあ昔見たくそのビッグビジネスをするコロナ以降こうビッグビジネスをしなくても例えばファンが100万人いても例えばライブに来るのが10万人だとするじゃないですか。 でも、そのファンの血を濃くしていく作業、つまりファンクラブであったり、今でいう SNS であったり、そういったものでファンと密に交流することによって、例えば20万人のファンクラブでも10万人ファンライブに来れば、ファンの規模は違っても、その同じビジネススタイルでできるというか、規模、同じ規模でできる状況になっていると思うんですね。だから今はその広げるということよりも濃くするということ。 なんかそっちの方に業界全体シフトしていってるんじゃないかなって気はしてますけど。こちらの書籍も出版されるということで。はい、はい。そうです。こちらもあのリリースすることになりまして。はい。これ、そもそも僕が出したかったわけじゃないんですよ。<laughs> <laughs> そうなんですかあの、これ僕がデビュー前に訓練のっていうか、まあ、練習のためにずっと書いていた詩があって、で、それをま,あまとめたものなんですけど、 あのー、多分知らないと思うんだけど、2001年、2000年ぐらいにインターネットが我々の元にこう、普及してきて、当時僕はアマチュアバンドやってたんですけど、あの、ミュージシャンもホームページを作ったり、ブログをやり始めようみたいな動きがあったんですよ。で、企業とかもちょうどホームページを作り始めた時だったのかなその時に、あの、当時契約していた、 その、ビクター、まあ今も契約してるけど、<laughs> あの、ビクターエンターテイメントっていうレビューの人から、アマチュアバンドだけど、ブログをやってみたらみたいな、やってみてほしいって言われて、携帯、あの、ガラケー今で言う、ガラケーで見れるブログみたいなのに、魔法のアイランドっていうのがあったんですよ。知ってる聞い,聞いたことある、ね。聞、はいたことある。その魔法のアイランドっていうのにメンバー一人一人毎日日記を書くみたいなのをやってたんですけど、うん メンバーがみんな書かなくなって、僕一人でずっと書き続けてたんですよね。そこにしずっと詩を書いていたんですけど、それをなんかまとめたものなんですよ。で、僕がデビューしてから父親がそのブログを見つけて、で、この詩集すごいいいから、あの、書籍化した方がいいっていうふうに言われて、で、僕はその、自分が本を出すなんておかましいと思っていたので、僕はやりたくないって言ったんですけど、 あの、父親が勝手にですね、制度者さんに連絡してですね、書籍化することになって、で、それで出来上がった本なんですよ。だから僕からすると、思春期の、あの、恥ずかしい刺繍を <laughs>、勝手に本にされたっていう気持ちなんですけど、<laughs> でも今読み直すと、やっぱりその当時の自分の感情というか、そういったものが湧き上がってきますし、あの、あ、今は本当にな、 たくさんの人に向けてものを作ってるんだなっていう、なんかそういう実感が湧いてきますね。これを書いてた頃は自分のためだけに書いてきたものなんで、今はこれを書こうと思うと、やっぱ書けないなって思いました。あとやっぱりその、こう、文学がエンターテイメン,トエンターテイメントとして成立していたまあ時代、石川卓牧であったりとか、 そういった時代の人たちが書いてきた文章の偉大さみたいなものも <laughs>、やっぱり自分のこれを見直すと、うわ、本当自分って才能ないなっていうふうに思ったりしますね。でも石川啄木がもし現代にいたら、ただの中二病だったでしょうね。うん、確かに。ね。砂浜に死ぬって書いてみるみたいな。うん、メンヘラ。メンヘラだよね。完全にね <laughs>。だから、そういう面白い、そうやって考えると結構面白いなと思いましたけど、まあ、 こうミュージシャンが、ミュージシャンになる前に書いた詩とかに興味がある方はぜひ見てもらえたらなと思います。はい。でも手に取ればよりこう山口さんに深く迫ることができるそうですね。ですね。はい。僕、そうですね。僕に興味ある人もそうですけど、なんかこう、音楽、ミュージシャンの、ミュージシャンになる前の人生に興味がある人か、うん、読んでもらえると、 あのすごく抽象的ですけど何か感じるものはあるんじゃないかなと思いますけど。